で、まずはですね、簡単に自己紹介をよろしくお願いします。はい、もくもく手作りファームの広報の浜辺と申します。もくもくはですね、今年で創業30年を迎えまして、で、まあ、伊賀の一番北側ですね、滋賀県寄りの綾間地区で30年前にハム工房一つから始まりました。今では農業全般にお野菜やお米や果物も作っていますし、パン工房やウインナー工房、地ビール工房とかお豆腐工房とか、たくさんの工房で農産加工品を作っているところです。はい、まあ、これからね、夏休みがありますので、まあ、その夏休みに向けてお出かけを計画しているという方もね、多いと思うんです。はい、もくもく手作りファームでは、まあ、いろんな企画をされていると思うんですが、今どのようなことが楽しめますか？はい、農業体験はいろいろご用意もしていますが、動物触れ合いもあったり、自然体験もたくさんご用意をしています。はい、来られた方は特に夏休みに向けてですが、ファミリーで楽しめる遊びをたくさんご用意しています。夏休みチャレンジカップという代表を表しまして、はい、7月21日からになりますが、たくさんの競技に参加をしていただいたり、ザリガニ釣り選手権だったり、はい、氷を溶かしてもらう選手権、あとは王冠を飛ばすホールインワン選手権など、イカダに乗るイカダに一周して回っていただく挑戦なんかも楽しんでいただけるご用意をしています。これは毎年こういったチャレンジカップっていうのはされてるんですか？はい、実はこれ初めての企画でして、とても楽しみにしているんですけれども、はい、毎年いつもやっている人気のものは、手作りの体験教室が一番人気になっていまして、はい、どんな体験が？ジャージー牧場で牛さんの牛乳、新鮮な牛乳がありますので、くるくる回すだけでできちゃうアイスクリーム教室がとても人気になっています。アイスクリーム、夏に食べるアイスクリーム最高ですけれども、はい、その新鮮な牛乳を使ってということですか、なお美味しいでしょうね。そうですね、うん、あとはパン作りでジャージーミルクパン教室があったり、8月にはブルーベリー畑でブルーベリーパンを作っていただける体験があります。うわー、パンも絶対美味しいですよね、うん、大好きなんですよパン。これそれからお盆にも何か企画があるようですね。はい、お盆はですね、実はあんまり知られていないんですけれども、うん、肝試しが毎年すごい人気になっております。そうなんですね、はい、肝試し、はい、8月13、14、15の3日間限定で夜の7時からなんですが、1回500円でご参加いただけまして、もうお子様から、大人の方までものすごく怖い肝試しがお楽しみいただけます。いや、夏といえば、はい、怖い話が聞きたくなったり、ちょっとヒヤッとするようなね、はい、体験がしたくなったりしますけれども、はい、もくもく手作りファームでもこういったヒヤッと体験ができる。そうですね、園内広い中を提灯だけで歩いてもらって、お化けがすごいいっぱい隠れていますのに出くわして驚いていただきます。はい、もくもく手作りファームです。もくもくでは夏に向けていろんな農業体験や手作り体験、動物触れ合いや温泉やピアノまでいろいろありますので、ぜひお越しになってください。よろしくお願いいたします。